コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって戦運パレード、戦運パレード、先頭2番手は名将トラック、先頭を捉えるか。さあミスター東人一気に来た、あと 200m、 先頭は名将トラック、ミスター東人先頭です。このまま押し切るか、ミスター東人差し切った、ミスター東人1着、ミスター東人1着、2着は待機トラック、ミスター東人見事1番人気に応えました。カーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはヌーブルアクト、あと 200m、 先頭は成田ダイヤモンド、残り 100m、 豪快帝王抜けた、成田ダイヤモンド追いすがります、豪快帝王ゴールイン、豪快帝王1着、2着にはどうやら成田ダイヤモンド1番人気に応えました。豪快帝王見事です。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のメジロフルマー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、マルシゲアトラス、これはいいスタートを切りました、綺麗なスタートを切りました。雪のサンライズ前に行きそうです。メジロフルマー、それに続いています。さらにはマルシゲアトラス、9番ジャックジュピター、その後ろ競泳タップ、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から。先手を取ったのは雪のサンライズ、大きく離れました。ヤングショット好位置をキープしています、イクノディクタス。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のイクノディクタス現在先端に取り付いています。サンドピアリス、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から、先手を取ったのは雪のサンライズ、そして大きく離れてヤングショット、この位置です。イクノディクタス好位をキープ、先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から、先手を取ったのは雪のサンライズ、そして大きく離れてヤングショット、この位置です。好位置をキープしています、イクノディクタス。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は依然として14番、雪のサンライズ、ヤングショット、ほとんど差がありません。3番手にイクノディクタス、絶好の手応え、イクノディクタスいい位置です。さあここからどうか、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってイクノディクタス2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はヤングショット、あと 200m、 イクノディクタス先頭だ、残り 100m、 これは強い。2番手はダブルテンダー、イクノディクタス、この馬で決まりか。イクノディクタス独走、イクノディクタスぶっちぎりです。イクノディクタス1着、2着はサンドピアリス、これが最強女王だ、イクノディクタス。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭変わりました。先頭は抑えちジョージ、残り 100m 抑えちジョージ粘り込みを図ります。ムーミースターもう一伸び、ムーミースターゴールイン、ムーミースター1着、2着は抑えちジョージ、ムーミースター見事1番人気に応えました。